野崎チャンネル。ちょっ、さあ今日はキャンプ取材最終日、 DNA 編まだ出してませんでしたのでやっていきたいと思います。2月12日、DNA 対中日の練習試合もありながら DNA キャンプしたということで、キャンプ1月31日から宮崎に入って、1から4まで宮崎見て、5に沖縄に移動して、そして6から12まで沖縄キャンプ取材感想でございます。延べ11球団、全て日刊スポーツとともにこの YouTube でも、評論解説を発表してきましたけども、なんと残念なことに西武だけはいけてません。なぜかっていうと西武がキャンプ4日までいなかったからです。だからキャンプ、西武のキャンプが遅いと、佐々木が評論解説できないっていう弊害が起きます。でも仕方ないね、そうしないと全部回りきれないからね。しかも9日もね、ロッテに日帰りで強行突入していったし、ね、さあということでね、最終回でございます。 DNA 編、今年のね、DNA キャンプっていうところで関係者のね、人から聞いてもね、この、この日 DNA で、1番から3番まで新人渡来ね、石上、そして井上、この3人のねチーム内からの評価も高いっていうところでね、まあどういうバッティング、プレーをするのかなっていうところがありましたけども、まあ率直に言うとね、渡来もこの日ね、2打数ノーヒット、まあでもライトへのね犠牲フライっていうところがありましたけども、まあ石上は2打数ノーヒットで、井上がね3打数1安打あの左中間のね結構大きい当たりのツーベースっていうところがありましたけども、まあ結果じゃないっていうところを考えても、バッティングのねタイミングの取り方もいいし、渡来とかね結構動きもいいし対応力あるなっていうところと、そんなにねボールにがっついて突っ込んでもいかないし、しっかり軸もできてね、回転で打つ、そしてねこの井上のね左中間のスリーベースっていうところでも逆方向へで、ね、大きい当たりが打てるっていう実践の中でもね、かなり、期待値が上がるね現状までね、ですけども、まあ、ここからねまたエースクラスがね徐々に調子を上げてきてね、トップレベルまでね調整してくるっていうことを考えると、ね、出だしはめちゃくちゃいいんでね、ここからどこまでプロのレベルに合わせていけるかがね、練習試合オープン戦開幕に向けては勝負になってきますけども、現状ねこの2週間経った中ではもう完璧に近い、調整ができてるんじゃないでしょうか。あとはね怪我に気をつけながら、しっかりトレーニングをして、頑張っていってもらいたいなと。で渡来もね2回のね中日宇佐美のね、ライト前ヒット2アウト1塁からねタイムリーっていうところでね、ライト渡来ね方便の返球ね、カットマンの頭の高さにしっかり投げて、まあ、カットマンがねホームは無理というところで、ね、1塁ランナーの3塁進塁を、ウストコート3塁投げて、だから9、3、5だね。でこれでね、まあ、ギリギリね、セーフはなったけども、この日刊スポーツでもね、書いてたけども、谷繁さんがね、キャンプ当初ね渡来と評論書いててね、全ての面に置いていいと。ただねシートロックでもねその自分の強肩を披露しようと思って、ホームにね、遠投、高いボールで遠投したら、カットマンに向けてやっていかないと走者のね進塁をね、許すことになるっていう評論をね、書いてたんだけども、その評論を読んだかどうかは全く分かりませんけども、この試合ではしっかりカットマンの頭の高さまで投げて、まあ、多分あれカットしなくてもワンバウンドではホームにめちゃくちゃナイスボールで返球できたと思いますけども、でそれをカットはね、ホーム無理だと思って三塁投げて、これはセーフになりましたけども、評論、谷繁さんの評論を読んだかどうか分かんないけども、それをねしっかりこのねキャンプ内で修正して完璧なねスローイングをその実践形式の中でできているっていうところではね、非常にね修正能力もね高いし、やろうと思えばねいつでもできるんだよっていうね姿勢を見せれたっていうところは非常にね大きなプレーだったかなと。でこういうのをね見ていくとね、今年の DeNA のチームでいうとね、内野陣はねタイトルホルダーがね結構並んでるから、なかなか抜くのは難しいと。まあサードね宮崎で、セカンド牧で、ファーストにまあ佐野が入るのか、多分佐野が入ってくるのかなっていうところはあるけどもね。で、ショートがね流動的で、外野は、まあ、レフトに佐野が入れば佐野で、センターに楠本と、桑原が勝負らしくて、でライトに多分渡来が持ってきたいんだよね。あ、そうだ、ファーストねオースティンが入るっていうね、話だったんで、オースティンもねこの日バッティング練習をしてましたけども、結構元気そうにね、スタンドインバンバカバンバカ打ってたんでね、このままいけばね、かなり大きな戦力になるのかなっていうね、ところで言うと、まあ、内野はね、まあ、ショートしかね空いてない。でもその他にもやっぱり昨年のね試合見れても、やっぱりねこの1軍のレギュラークラスとレギュラーじゃない人たちの差があまりにも大きいから、その人たちが試合に出なかった時に一気に戦力ダウンするっていうところが、まあ、DeNA がね今年掲げていくこの総力のアップね、セカンドプレイヤーの総力のアップっていうところが試される。でその中でチームとしてはね、そのポジションの選手をドラフトで補強するっていうことは、その既存の選手、今いる選手に物足りなさ、
能力の伸びへの疑問を感じているか、もしくは今レギュラーである次の層を埋めたい、その次の層が不安しかないっていうところで同じようなポジションレギュラーはいるけども取ってくるっていうところが戦略になってくるわけよね。だから期待されてるうちにしっかり結果を残していかないとどんどん新しい選手を取られちゃうんだよね。だからそれがこのね、あの石神であり井上でもあるところだと思うんだよね、 DeNA としては。ってなってくると既存の選手たちは頑張ってここねしっかり自分たちをアピールしていかないと、新人に負けたらもうゲームセットです。非常に立場としては危うい状況になってくるっていうところではね、この地の林っていうところがね、そういう新人にね負けないような選手になってくるっていうねところはあるけども、この日もね地のも、まあ、変則のね佐野が出たらダイソーへ地のが出てくるっていうね変則なあの試合の使い方っていうところでね、ありましたけども、しっかりね6年目の地のがダイソーで出てきてね、2回裏でワンボールツーストライクから4球目の、ね、変化球で通る、まあ、ここで、ね、しっかり配球もね呼び切って、まあ、追い込んでねワンツーだからこう変化球多いんじゃないのかっていうところを読み切って走ったと思うんだよね。でキャッチャーセカンドに投げられずね、楽々、盗塁成功で、そして次のバッターのねセンター若干レフト寄りの、定位置より若干前のフライ、まあ、これタッチアップどうなのかなっていうところもしっかりねチャレンジして三塁でタッチアップして、ギリギリでもセーフっていうところでね、しっかり自分のね足っていうところもアピールしながら、そして、ショートでね2年目の林はね、まあ、3回裏ねショートへの内野安打、これねボテボテだったけどどうかなっていうところでね全力疾走を忘れずにねあの内野安打でセーフ、そして、ワンストライクから2球目の変化球でね盗塁っていうところでも、こういったところでね足を生かしてね、このセカンドプレイヤーっていうところは打つことだけじゃなく守備とかね足とかこのチームにね欠かせないところを補うっていうところではね、この2人もしっかりこのね初実戦この練習試合でねしっかりアピールできたっていうところは大きいと思うんだよね。で昨年ねでこの日途中で海老名もね盗塁、試みて確かアウトだったのかなっていうところはあるけども、この日ねあのしっかり足も使った、試合実戦形式の中でできてるっていうところはやっぱ昨年のチームとしての反省もあると思うんだよね。昨年やっぱり DeNA って言ったらもう1年間見てきてもね、この打ったら勝てるけど打てなきゃ負けるっていうなんかこのね波激しいねちょっと選手頼りのチームの戦い方っていうところが結構多岐にわたって見えたかなっていうところで、ね、足も使いたいでも使えない使える選手いない、このジレンマが、ね、あったと思うの。だから昨年ね、セリーグでは盗塁数、ね、最下位っていうところでね、なかなか足を機動力を使えないチームだったんだけども、こういう風にね、積極的に、まあ、今ね練習試合オープン戦だから積極にできる、これをもってねどこまで公式戦でできるかが勝負なんだけども、しっかり初戦からね、こういったところでね林、知能、そして海老名っていうところがね足を生かしてどんどんトライしていくね、どこまでだったら自分でねセーフになるのか、どこまでだったらアウトになるのかっていう線引きをねしっかりこのねオープン戦練習試合でね考えて実践して自分の中で習得していくと、公式戦で走るタイミングっていうところが分かってくるからね、非常にそういったところももう一つね上優勝へ向けてっていうところでやっぱり機動力ね大事、まあ、勝てるチームっていうのはねやっぱりこの打てない時でも足で使って点取りに行くっていうね象徴的なシーンが結構多かったように見えるからね、 DeNA もそういったところでは足を使ってね得点していくっていうところが今後ね今年の野球でぐっと底上げできればかなりね面白いチーム展開になってくるのかなと。あとまあピッチャーで言うとねこの日ね、先発の深澤ね、2回1安打2三振っていうところで結構ね両サイドにね動くボールっていうところではいい形、坂本がねちょっとなんかもうピリッとしないね感じ的には、佐々木千佳也も1イニング目は良かったけどなんか全体的に球がね緩いようにね見えたっていうところはちょっと今後ねもうちょっと力強さね出していきたいなっていうね、あと坂本は制球力も上げながらもっとストライク先行でっていうところはね行きたいし、まあ、守備でもね一つのエラーがあったっていうところなんで、まあ、2つのエラーねここら辺は丁寧にね試合をやっていく必要があるなと。でね先ほども言ったようにこの日も明治大学のね関係者がね練習からスタンドにね足を運んで結構5人ぐらい来られたのかな、見てましたけども、まあねあの佐野とかね明治大学の OB がいるっていうところもあるけども、 DeNA ねさっきも言ったように既存の選手たちに満足してなかったらね新人でどんどん毎年取ってこられるっていうところで言うと、来年の注目株ショートね明治大学宗山くんね、これを今年のね入った選手たちもしくはね今まで既存にいる選手たちね、FA ね大和、そしてトレードで強打、そしてドラフトでねドラフト1位の森とかね取ってどうにかしてショートを補おうっていうところでね、なかなかをな、ね、補いきれない今年の石神ね、そして井上はどうなのか、内野のポジションを埋め切れるのかっていうね
ところで埋めきれなかった場合は今年のドラフト1位で取れるかどうかね、入るかどうか分かりませんけども、宗山君を指名したらまたね自分の居場所がなくなるっていうところで、今年1年間ね猶予期間あるからね、そこでしっかり結果を残して頑張って、いやもう内野いらんなっていうところを見ればね、あの昨年ドラフトでもねドラフト1位渡来でね、内野行ってるからピッチャーにしようかなっていうね、ところの方針もね変わる可能性もある中で、既存の選手はね今いる間に頑張れないとドラフトでね新しい選手を取られるというところもあるんでね、ぜひ頑張ってもらいたいなと思います。今年 DeNA がどこまで上り詰めるのか、このねこの日の、練習試合で、見せたね足の使い方、これがね勝負になってくるんじゃないでしょうか。ということでプロ野球11球団完走いたしました佐々木のキャンプレポートでした。それでは